どうもーどうもーちょっとす,す,すみません収録が5時ぐらいなんで朝起きて一発撮りです朝起きて第一声これでございますまあちょっとね音声別撮りで撮ってるんでちょっとファイナルカットでちょいとやんないといけないですけどまあいいでしょうはいまあ基本動画はノー編集ですから、はい、すみません音声別で撮ってるんで えーとね、今日はあーそうあのネットで稼ぐ方法、ネットビジネスで稼ぐ方法みたいにしましょうか。今絶賛ね、えー、キャンペーン中ですので、あなたのお悩みを買い取りますよっていうところで、11月5日までですかね。はい、11月5日までなんで、明日かな明日ですね、はい。明日まで、えー、で終わりなので、まだメルマが登録してないという方はね登録しておいてください。まあ、最終日も えっと、メルマガ流しますので、うん。で、えっと、そのキャンペーンの詳細は1話を見ていただくといいんじゃないかなというところなんですけど、ネットビジネスですね。そうそう。で、あの、あのお問い合わせがありまして、そのお問い合わせが、そのこの前ね、アウトプットの、あえっとじゃあ、R の思考みたいなのを販売してたんですよ、プログラムをね。うん、で、それを購入していただいたから、いただいてた、いただいた方から、ちょっとお問い合わせいただいて、 まあそれはそのなんかえっとその R の思考の中にそのプログラムを入れてるんですよ。プログラムって何かっていうとまあそのアウトプットするためのプログラムですね。うんまあアウトプットをしないしするとこんなのあるよみたいな。なんかそういうのをちょっと作ったんですけど。でそのネットビジネスってそのアウトプットなんですよね。 うんまあ自分でアウトプットしたくないんだったら外注化するとかねまあ人を雇って人にやらせるとか要は例えばよくねどうですかネットで稼ぐので仕組み化とかあるじゃないですか自動であなたの収益を仕組み化するみたいなねどうですか結構ネットビジネスあるあるのそのなんだろうなあの決めゼリフですよねじゃあその仕組み化する上で何かしらアウトプットしてるわけじゃないですか まずそもそもとしてその,の CM ですよね、えー。あなたの収益を自動化しますっていう触れ込みフレーズキャッチコピーそれをどっかの媒体広告をかけてるのか自分の無料メディアでねメディアで発信してるのかどっかでアウトプットしてるどっかで発信してるわけですよ。じゃあそこに登録した人がいますじゃあメールが流れますウェビナーが流れます全部アウトプットしたコンテンツが流れますよね。 これなくして稼げないんでしょ。仕組みを作ります。確かにそうなんだけど、仕組みを作って稼ぎませんかというアウトプットが必要だし、発信が必要だし、PR が必要だし、CM が必要だし、広告が必要だったりするし、そこに登録してくれた人にコンテンツを提供しないといけないわけじゃないですか。で、そのアウトプットも必要なわけですよ。じゃあ、何ですかね。まあ僕がネットビジネス入った時の 一番最初、ブログアフリエイトですね。ブログアフリエイトも、ブログにアウトプットじゃないですか。ね、どんなアウトプットをするんですかっていう。ね、それをどういうふうな発信するんですかどういうふうに書くんですか ?SEO 対策してどうやって書くんですか記事のコンテンツの質はどういうふうにしていけばいいのか記事の構成はどうすればいいのかっていうね。アウトプット。でもそれも勉強した、じゃあ例えばキーワードをどれぐらい記事の中に埋め込めばいいのかどれぐらい書けばいいのかっていう。 ことを勉強して、それをアウトプットして書いてるわけじゃないですか。ブログアフリートで稼ぎたいのに、ブログの書き方を勉強してなかったら書けないじゃないですか。ね。ただ書いてるだけじゃ無理ですよ。絶対上位表示なんか無理だからね。SEO 対策1ミリもしてません。で、上位表示させる。どんな奇跡やねんと。絶対その奇跡は起こらないですね。うん。これね。 例えば、まあ僕はちょっとそのブログアフリエイトでね稼ぐみたいなことでやってないので、そのなんだ、一応ブログは毎日更新してますよ。ブログは毎日更新してるんだけども、ああ、ちょっともう消えちゃったか。消えちゃったな。ちょっと消えちゃいましたけど、ちょっと検索してほしいですね。まあ検索していただける方がいるんだったら検索していただきたいんですけど、例えば、 あの、僕、今、吉谷拓郎公式ブログの方に、えっと、まあ、その、なんか直近30日のランキングみたいに載せてるんですよ。直近ね。30日のアクセスランキングみたいな。まあ、少ないですよ。非常に少ないんですけども、えー、っとね。僕がキーワード、ちょっとニッチなキーワードなんですけど、ページ上位表示されてるやつがあるんですよ。で、そのキーワードがなんだっけな。 やってみただったかなちょっと調べてみます調べていいですかなんかね今年の1月に僕あの結構高いスピーカー買ったんですようんこれかこれの多分ねこれで検索すると多分あの 多分一、ね、1ページ目にレビュー。高級。高級、あ、高級スピーカーか。高級。高級。高級スピーカー。高級。あ、でもちょっと下がったかちょっと、YouTube 上がってますね。YouTube は上位表示されてる。ちょっと、すいません。 Google のシークレットウィンドウにしてもらうかあシークレットウィンドウだとあシークレットウィンドウでも出てくるなあ動画僕トップですねうん動画トップだブログブログもね出たんですけど買ったちょっと下がっちゃったかな 高級スピーカーって入れてみようか。多分これだったら出るかな。これで出ないかな。出ないか。あかった。うん。まあとりあえずキーワードが、まあすみません今あれは出てきます。僕が作ったユーチューバー。これこのユーチューブにどれぐらい再生されてる？これもちょっと再生されてるんじゃないかな。 これがあが、1,400回か、まあ、そんなんじゃないですねまあ、1,400かまあでもこの動画も回んないですからねこの動画は1,400回らないですようんでそれがどういうやつかっていうと KEFLSX2 っていうスピーカー20万円ぐらいするスピーカーをね今年の1月ぐらいに買ったんですよ でそれをこの KEFLSX2 っていうキーワードがあるんですよまあこれ商品名ねでこのキーワードを意識して僕ブログを書いたんですよでそしたらまあまあまああのそんなに爆発的なあれじゃないですけどもなんだまあ当時はねちょっと1ページ目に載ってたんででこれをか買った人はどう要は Google の検索でこのスピーカーを買った人 どういういい感想してんんのみたたな検索ワードがあったんですよだからそれで僕はタイトルに、まあ、あのちゃんとねタイトルの SEO っていうのは一番強いですからそのタイトルにどういうタイブログのタイトルを入れたのかっていうと「20万円の高級スピーカー KEFLX2、e、を買った理由」とかこれを今年の1月6日にあの投稿したんですけども。 まあそれがね、まあライバルもそんな,にい,なかいなかったんで、結構もうページ、1ページ目になんかそ、それ関連のね、キーワードで載ったんですよ。で、結構安定した、まあちょっとしたアクセスですけど、だいたい1日なんだ、うーん、1日50ぐらいですかね。だから月間で言うと、その 150×3 で1500レビューですかぐらい来てましたね。 うん、でもそれもまあほ基本中の基本ですよ、まあ、タイトルにキーワード入れるとか、まあ、本文中にある程度キーワード入れて意識して書くとかそれだけですよでもそれを知ってるか知らないか勉強してることをしっかりその形にしてアウトプットしてるかしてないかじゃないですかじゃ例えばそれ知ってたとしてもですねねそのキーワードでその大事だと SEO でキーワード大事だよって知ったとしてもそれをアウトプットしなかったら1円にもなんないわけですよ1円にもね 一にもならないですよ。だから、ネットで稼ぐっていうのは、まあ、基本的にほとんどがアウトプットなんですよ。っていうか、まあ、アウトプットで構成されてると言ってもいいです。ネットで稼ぐ。インターネットのツイッターなのか、YouTube なのか、ブログなのか、えー、インスタなのか、どこでもいいんですけど、そこで自分のアウトプットなんですよ。例えば、インスタの写真だったわね。写真とかもね、どっか旅行行ってきました。旅行行ってきました。それを写真でインプットします。<laughs> <laughs> 旅行行ってきました写真でインプットしますでその写真でインプットしたデータをインスタグラムの方でアウトプットするわけじゃないですか <laughs> どうですかカメラの中だけでカメラの中に収めてたらインスタにインスタのフォロワーも増えないですよねいいねも増えないですよね自分がニヤニヤするだけですよね趣味で撮ってうんうんで終わりですよでもインスタであじゃカメラでインプットしたデータをインスタにアップロードすれば あの、集客できたりとか、いいねとかフォロワーが増えたりとかする可能性が生まれますよね。でもカメラの中にデータをこのまま収め,収めてたら、一円にもなんないですよ。まあ自分の思い出とかね、自分がニヤニヤするとかね。まあそれはできますけど。うん。だからまあ、大丈夫ですかインスタとかもそうですよ。写真もそういうことなんですから。<laughs> いいですよ。カメラの中に。iPhone で撮った写真を iPhone の中にずっと収めとけばいいじゃないですか。 自分がニヤニヤすればいいじゃないですか。1円にもなんないですけど。で、じゃあ iPhone でもいいですよ。撮ったやつをインスタのストーリーにアップロードするとか、あまあ投稿するとかね。まあリール動画作るとか、それちょっと加工してリールにするとかすればいいわけですよ。わかりますこの前そうそう、インスタで言うならば僕の熟成さんで鷲津さんっていう人がね、リール動画あげあ当てたんですよ。6万は、今7000回ぐらい回ってるかな。そう、一発ね。 あの、インスタのリール動画当てたんですよ。6万7千かそ、そのぐらいね。そう。また回ってるはずなんですよね。これ一番最初は6万4千か。僕がチェックしたのに、一番最初チェックしたのが6万4千で、その数日後チェックしたら6万7千、プラス3千か4千、あの、回ってたんで。うん、まあ、もうちょっと回7万8万いってるかもしれないですね、今。ちょっと今調べていいですか今こ、こ行原稿で。で、それも結局、鷲尾さんのね、それ脳編集で、 その、まあ、いいカメラは使ってますよ。いいカメラは撮ってちょっとボケてはいますけど、まあ、ボケは別になくても大丈夫ですから。鷲 <laughs> 津さんは今その動画、どれぐらい回ってるなんかね、あの、あ、これか、これか。あ、これ PC だと見えないのかなすいません、PC だと見えねえな。PC だとなんか見えないですね。PC だと、 二百あ、これ、でも、リールにすればいいのか。リールにすれば見れるか。あ、見れた、見れた、見れた。リールにした、あ、6万8千回ですね。6万8千回回っております。で、これも、鷲津さんが、なんかその、あの、僕100万稼いでますよ、みたいな CM のアウトプットなんですよ。昨日はいくら稼いで、昨日はいくら稼いでて、これ多分そうだよな。ちょっと。ちょっと。1万3334円。 うんはい、あのかどうやったら100万稼げるのか1日3万3千円ぐらいあの稼げれば100万いきますよとじゃああなたは1日3万ぐらい稼げてますかとで僕の場合は、えー、昨日はいくら昨日はいくらいくらいくら稼げてますでその興味ある方はどの子のみたいななんかそんな感じですねだ CM みたいな感じですよねわかりますそこで別にノウハウ言ってないんですよ100万の作り方100万を作るために <laughs> じゃあ、これ、小学生も、小学生で分かるかな分かんないですけど、100万をけ分解すれば1日3万ちょっとだよね、と。ねじゃあ、そうっすよね。3万3330いくらだと分解するとね。OK っすかそれを言ってんですよ。アウトプットしてるんですよ。じゃあ、じゃあ、100万稼ぎ作りたいんだったら1日これぐらい3万いくらから稼がないといけないよね。でも、会社員のあなたはこの1日3万ぐらい稼げてますか 難しいですよね。で、僕はある方法を使って3万円を3万ぐらい1日毎回で稼いでますよと。みたいな話なんですよ。で、それが6万回です。6万8000回。<laughs> で、この動画がバズってリストが、えー、300ぐらい、300何本取れたっていうね。<laughs> この一発で。で、あとはその、それ教えてくださいっていうなんか DM をめっちゃ来たらしいんですけど。え、でもこれアウトプットしてるだけですよ。 それはインスタのリールでアウトプットしたっていう。で、アウトプットしていなければ、この可能性。まあもちろんね、じゃあアウトプットすれば100%稼げるんですかアウトプットすれば100%バズるんですかもうそれはないです。100%はわかんないです。でも100、100%言い切れるのは、アウトプットゼロで稼げるってことは100%ないです。もう一げますね。 アウトプットしたから100%稼げるのかとかいうのは分かんないです。それは。100%バズる。そんなの分かんないです。だけど100、100%言い切れるのは、あなたがアウトプットしなければ100%稼げないってことです。ただし、例外はありますよ。外注化する。人を雇って人にやらせる。それは例外です。だどっちかしかないんで、自分でネット上にアウトプットするか、人にやらせるか。 外注化して人にやってもらうか、これしかないんですよ。本当に。だって、検索してみてくださいよ。ネットで検索してみてください。ネットで検索したら何が出てきますかウェブ、ウェブサイトが出てくるじゃないですか。ウェブサイトがね。そのウェブサイトで何やってますかと。情報発信じゃないですか。情報が流れてるじゃないですか。で、その情報をライターさんが書いてるのか、自分でしっかりブロガーの人がブワーって書いてるのか、どっちかですよ。じゃ、YouTube もそうですよね。YouTube で検索したらね、出てくるじゃないですか、動画が。 それは自分でなんかバーって喋ってる人なのか、それともね、なんか外注に作ってもらった動画なのか、アニメーションの動画なのか、ね、それは切り抜きなのかとかね、それ切り抜きも自分でやってんのか、それともね、なんだ、誰かに外注してやってもらってんのかって話ですよ。切り,ぬ切り抜きっていうね、元動画をインプットして、まあちょっとね、パソコンにインプットしまして、 <laughs> 元動画をパソコンにインプットしましてでその元動画をそのテロップ入れたりとかねちょっと切ってね切ってテロップとか入れて編集してカスタムサムネイルちょっと加工してで YouTube にアウトプットですよね元動画をパソコンにインプットして編集してその編集した動画を YouTube にアウトプットじゃないですか <laughs> 切,抜き切り抜き動画さえアウトトプットですよね <laughs> だからこの本当ねアウトプット ととかでできないとマジ無理ですよ、うん、あのネットで稼ぐのはまじ無理。もしくは、まあ、自分が無理なんだったら、自分でできないんだったら人にやらせる。害虫化するっていうふうにやってください。本当だ、だネットに、ね、あの、なんか情報流さないと無理なんで。でも、ネットで稼げない人はこれができないですよ。ネットでアウトプットするっていうのができないですよ。いやいやいやと。いやいやいやと。いや、そもそも <laughs>。 ネットで稼ぐってそういうことだよと。で、もしですよ、日々の SNS の更新がしんどいという場合は、お金をかけてその作った広告を毎日出稿すればいいんですよ。もう一度言いますね。毎日の SNS の投稿がきついってなれば、お金を使ってこのコンテンツを日々露出すればいいんですよ。あ、ほんとそれだけです。 ただしですよ。露出はできます。だけど、この広告経由からしっかりとマネタイズできるかっていう、その仕組みはありますかっていうところで、それがないと難しいですよ。で、僕がなぜ広告を最初の段階で進めないのかっていうと、初心者がね、その広告で反応するようなコンテンツが作れないってことですね。で、リストも取れないし、リストを取るようなページ、LP も最初作れないし、リストを取った後のお客さんに提供するコンテンツも作れない。 そのラーメンを作れないのにラーメン屋の CM はちょっと微妙じゃないですか。どうですかラーメン作れないのにラーメン屋の CM しても、お客さんが来たとしてもラーメン提供できないよねって話で。だから、コンテンツビジネスをやるんであるならば、まずはコンテンツを作る、アウトプットするっていうことに無料の媒体で慣れて、慣れてから有料やればいいんですよ。それがめんどくさいんだったらね。でも最初のやっぱブーストに関しては、 やっぱそのコンテンツを作る、ラーメン屋さんになりたいんだったらラーメン作る、ネットビジネスで稼ぎたいんだったらネットでこうそのコンテンツを作るっていうね。そこに慣れていかないとネットでは稼げないですよ。でもみんなね結局ここに慣れないから稼げないんですよ。なんでネットビジネス稼げないのかっていうとまじでここですからね。ネットにコンテンツをアップするっていうことに慣れてないから、この精神的な負荷が超きついんですよ。 だからこの精神的な負荷っていうのをこう解除していくためには馬鹿ずこななすしかないですからね。いや本当にいやこれ天才の人だったらいいんですよ一回やったらもう余裕へっちゃらですみたいないや僕天才なんで一回練習すればもうそのセミナーとかもできるし人前で話せるし天才なんでみたいないや僕はね物申したいんですけど天才でも多分無理ねよ 桜木花道、バスケットの桜木花道ですよ。天才ですからと。その天才ですからっていうね、桜木花道は言うわけですよ。バスケットマンの天才です、みたいな。でもその天才も人が見えてないところでね、人が全然見,えて,見てないところでね、フリースローね、右手は添えるだけっつってね、フリースローめっちゃ練習してますからね。めちゃくちゃ練習してるから、天才がね。<laughs> あの桜木花道も人が見てない時にね、めっちゃ練習してましたから。 左手はチュッてね、はい、か練習バカずこなせた無理です <laughs> 天才でも,もう天才でも無理だなバカずこなさないとうんそうでそうそうそうこんな話をするとほかにまあ方法もあるっちゃあるんですよ 方法もあるんですよ。まあ、今、チャット GTP みたいな AI も出てきましたんで、AI をうまく活用すれば、自分で文章を書かなくてもや、ある程度、できたりするんですよ。ただし、ただし、これも AI に、チャット GTP にどんな精度の高いプロンプト、まあ、質問、プロンプトって言うんですけど、そのプロンプトを投げられるかっていうとこなんですよ。で、今、もうチャット GTP が出て、もう一年、もうちょっとで一年、 こ今日あ、まあ、一、まあ、年は経たないですけど、今年の1、月ぐらいに騒がれたわけですよ。で、チャット GTP3,4,3.5,4 とかね、今バージョンをアップしてるわけですよ。チャット GTP 使ってます騒がれました。で、日本で使われてるのは7%ぐらいなんですよ、多分。これデータ出てると思うんですけど、ほとんど使ってないですよ。ね、そういう便利なものがあったとしても、使ってないからわかんなくないですか どういうプロンプトを投げればどういうふうにすげえ精度の高いのが返ってくるとわかりますこれね、プロンプトの投げ方次第で全然その使えない文章になっちゃいますからね。本当に。でもそれも AI をちゃんと使いまくってんのかっていう話なんですよ。わかります <laughs> だからそれもバカずですね。毎日チャット GTP 使ってますかっていうお話です。使ってないですよね。便利だけど。 うんはい、だからまあその最近はね最近というかまあ今年の12月にそのチャット GTB みたいな出てきたのでそれを使ってね、まあ、ブログで稼いでる人もいますよ。ただ今後はどうなるか分かんないですけどねやっぱその頭のいい人たちだけが先行で、ね、ブワーってねそういうその AI 使ってねブワーって稼いでる人いますけどもあと画像認識ですよね。 これもどうなるのかわかんないですけど、AI で画像で、画像で、AI が画像を作れるようになったわけですよ。で、これ、今後どうなるかわかんないですけど、要はぶっちゃけ、AI で画像を作ったのか、自分で作ったのか、まあ、あんま判別できない部分はあるわけですよね。だから、その、なんだ、写真を売るっていうこともできるんですよ。写真をね、画像を売るってこともできるの知ってます 知らないんだったら調べてください。画像を売るっていうこともできるんです。で、これは NFT とかじゃないですよ。普通の昔からあるやつです。フリー素材とかね。その、そ,それを売るっていうことができるんですよ。例えば、まあ、シャッターストックやってるかわかんないですけど、多分、すごい有名なシャッターストックみたいなのがあるわけですよ。で、そのシャッターストックは、なんか、月額で金もらってるんですよね。で、そこに入ると、いっぱいフリー素材がありますよ、みたいな話なんですよ。 ですみませんシャッターストックがやってるかどうかわからないですけどもあのそこで会員さんにねたくさんのフリー素材を提供しないといけないんですよでじゃあここの A 社 A 社が何やってるかっていうとじゃあ写真買い取りますよみたいなねことやってるわけですよねでそうすると自身のその提供するコンテンツが増えるわけじゃないですか,かその代わり写真買い取るんでこの写真はうちのあの丸々 簡易さんに、えー、と無料で提供しますみたいなねわかりますそういうことやってますからねあるんですよ昔からかなり昔からでそれを AI 使って写真作ってそれを売る,売るとかねまあもう海外で、まあ、日本人でもやってる人いるかもしれないですけどね、まあ、そういうのもありますしもう今後ただその自分で撮ったのか AI でやってきたのかっていうこの どうなんだみたいなね。だから逆に言うと、その、別に業者も人に頼まない人から回答なくても AI で作れちゃう部分もあるので、どうなんですかねそれはね。ほ <laughs> 昔ですよ。まあ今もあると思いますけども,も。今はその AI が出てきたんで。すごいですよ、画像。クオリティが AI の画像も。しかもものの数行でね、画像が、クオリティの高い画像できちゃうんですよ。単語なんか入れるだけでね。 すげえ時代ですよね。でもそれも知らない,いやっつかってなかったら何のお金にもならないですよね知らない知ってても使ってないお金になってますなってないですよだってこれ YouTube っていう便利なねものを知ってたとしてもお金になってますか僕はおすみませんお金になってるんですけど本当便利ですよ YouTube やばくないやばいと僕は思うんですけどねでもその便利なものを使えるんですよみんなでも使ってないじゃないですかうん 一眼で撮ってるんで30分なんでそろそろ終わろうかな。はいまあ、そういうことでネットで稼ぐためにはもうアウトプットしないといけないよっていうで多くの人は稼げてない人はアウトプット全くしてないので全くというかほとんどしてないですねだからまあ僕もいろんな方に教えてますけどやっぱネットで稼げるようになった人の人で100回もネット上にこうアウトプットしてないっていう人はいないですね。これ最低ラインとして そう、100回以上はしてます。本当にアウトプットネットで何かしら。まあ、ツイッターなのか、YouTube なのか、ブログなのか、まあ、何でもいいですけど、100回ぐらいの数はやってます。本当に。ネット上にこうアップ、まあ、メールもね、100回以上書くとかね。まあ、何でもいいんですけどね。その合計値が100でもいいんだけども、100もやってない人が、100もアウトプットしてない人が、ネットで稼げるってことは、ないっすね。ない。 あるとするならば、例外があるとするならば、もう全部人にやらせるって話ですね。オーナーになって人にやらせるって話です。それは例外ですよ。うん、あなたがオーナーになる、まあ、会社の社長になる、従業員に雇う、従業員にやらせる、全部従業員に調べさせる、従業員にやらせる。それは別です。だからそれはあなたがちゃんとそれを指示できますかって。でも指示するときもあなたが全く初心者がわかんなかったら、何を指示するんですかって話で。 まあいいや。まあとりあえずね、まあオーナーになるっていう人はあんま少ないんで、僕のお客さんでね。どうすか社長になって従業員雇いますね。20万払ったら5人で100万ですよ。で、文句言われるし、20万じゃ少ねえってってね。<laughs> 税金とか入れたら20万だったら手取り十何万でしょ、まあ、少ねって言われますよ。文句言われて。<laughs> お金払ってんだけど。<laughs> お金払ってるれない、ね、文句言われますから。 あなたは文句言ってるかもしれないですね、会社に。お金、ね、会社としてはお金あげてんだけどな、みたいな、ね。<laughs> まあいいやはい、ということで、まだね、裏メルマが登録してない人は登録しておいてください。明日で終わりになりますので、ね。明日で終わりですから。そう。まあここのね、ホテルもね、ネット早いですね。便利ですね。ここね、60MB ぐらい出てるな。こう、こう、動画大丈夫です、高校のホテル。 便利ですね。今、ホテル行って Wi-Fi がないホテル、まあないですけどたまにスピードがクソ遅いホテルあるんですけど。毎回の、ね、ホテル行くとね、スピードチェックするんですけど。でも最近は、そんなに遅いホテルに当たったことないな。うん。たまに昔ですよ。あの、クソ遅いっていうね。動画は、これ無理だな。アップロードできないみたいな。今、便利なんで。何か使いましょう、いろいろと。で、アウトブットしましょうってことです。はい。あと、キャンペーンやってますんで、 えっと、裏メルマガの方、まだ登録されてない方は登録しておいてください。この YouTube の下に入れときます。では。